ヨガインストラクターの岩下です。今日は背骨のストレッチを紹介します。まずは四つ這いになっていきます。足の甲は寝かせ、手のひらはカエルの手のように大きく開いていきます。肩が前に出たり窮屈になるようであれば、少し肩の力を入れストンと落としてみます。お腹が少しへこむように薄く伸ばし、頭、お尻、一直線を描きます。手と足の甲を下で床を押し、お尻から順番に体を丸めていきます。背中が広がったら手と手の間に頭が入るようにします。お尻を今度突き出すようにして体を反らします。背中を後ろに寄せ、最後頭が上に上がります。丸めましょう。お尻を中に入れ、お腹が背骨に近づくようにします。反らします。お尻が突き出たら背骨一本ずつ上に上げるように、息を吐きましょう。丸めて空気がなくなるように、息を吸います。空気が斜め上に上がり、背筋が伸びてきます。吐いて手と足の甲で押し、広がりを作ります。吸って背筋が、背中がより首が長くなってくる。吐いてください。空気が横に広がっていく。お尻を突き出します。で、反らしましょう。体元の位置に戻したら手を一歩前にして、お尻を後ろに引きます。背中が伸びてきたら右と左に揺らします。上体を起こし、あぐらの姿勢に戻っていきます。背骨のこわばり、少しずつこちらのポーズで解消していきましょう。